よし、武器の準備 OK。 じゃあ行きましょうか、おねえ。はーい、呼ばれもしないでジャ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 ーン。母さん、なんでここに。ミノンさん、シオンさん、姉さんはお二人のために泣く泣くですね。ちょっと火災ってば、何も言う前から泣くんじゃないよ。はあ、すみません。なんというか姉さんの決意があまりにもくだらない。涙ぐましいものでありましたので、つい。ミュー、シオン、あたしはね、あんたら二人が安心してお嫁に行けるよう、その魔法の鏡とやらを使って、病んでぶっ飛んだその性格を修正してやろうと思って、ここにまかり越したってわけさ。はい、そりゃどういう意味ですか？失礼な話だね。シオン、どうする？母さん、本気みたいだよ。こうなったらやるっきゃないでしょう。力こそ正義、勝利こそ真実ってやつです。適当に遊んであげます。
さかいきなり母さんたちとバトルすることになるとはな。ほら、園崎さんのお家でドタバタ暴れ回っていたのはやっぱりあなたたち部活メンバーですか。じゃあ、はははは、今度はチー先生だ。園崎さんも、それから妹のシオンさんも、女の子なんだからもっとおしとやかにしなきゃダメでしょうが。おっしゃることもしごくごもっともなんですが、いきなりお説教モードとはちょっと妙ですよね。いやいや、知恵先生のおっしゃる通りですよ。おとなしくおしとやかに、お二人とも女の子なんですからね。どうか言って監督、おとなしくしたところを後ろからグサッって目をしてますよ。本当は鏡目当てじゃないんですか。バレてしまっては仕方ありませんね。勝利の暁にはミオンさん、シオンさんのメイド服少女ご奉仕、すでに知恵先生からもお墨付きをいただいちゃってますので。あ、何なのよこの展開は。でもね、知恵先生公認ってことは先生も魔法の鏡のことをご存知のようですね。よし、だったらこっちも本気でかからないと。しよう、行くよ。まあ、適当に遊んであげます。ミオンちゃん、シオンちゃん、相変わらず仲がいいね。
あ、富武さんに高野さん、こんにちは。仲がいいだなんて。それって本気で言っているんですか？それはともかく、何でも願い事を叶えてくれる魔法の鏡、ぜひとも私たちがいただくわ。私たちって基本的に富武さんはおまけみたいなものですよね。そうそう、富武さん、いい加減目を覚ました方がいいよ。ジローさん、二人はあんなこと言っているけど、実はね、ゴロ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 。高野さんが僕にそんなことを。すまない、二人とも。正直あまり乗り気じゃなかったけど、こうなったら話は別だ。僕と高野さんの幸せのために、その鏡は僕たちがいただく。そうよ、それは私たちのような大人こそ必要なものなの。さあよこしなさい。あは、そういうことですか。本当は富武さんなんか関係なしで、自分の欲望に使いたいだけのくせに。それはどうかしら。さあ、ジローさん、私たちの甘い関係のためにこの子たちをやっつけて。相当だよ、恋容器を取れの願いを踏みにじられちゃたまんないっての。さあ、シオン、行くよ。まあ、適当に遊んであげます。味の真似を。いきます。それやっと本音を出したね、
しょ。あんたたち結局同じじゃん。
騙される方も騙される方だと思いますよ。あんなのに構ってらんないよ。さ、前進むよ、しよ。みーちゃん、しーちゃん、みーぱー、レオナ、リコちゃん。あのね、みーちゃん、しーちゃん、何でしょうか、レナさん。あら、なに？レナの目的は鏡で可愛いもの探し？なるほど、そういうことですか。なに？じゃあ何なの？レナの目的はそういうことだったのですか。僕も分かったのですよ。ええ、リカちゃまの思った通りみたいですね。レナさんのお姉と同じく、ケイちゃんのメンテだよ。あぁ！競争率が跳ね上がっていますね。なんだか面白くなりそうなのです。レナ、僕も協力しますのですよ。ミーたちよりも先に鏡を手に入れて、その願い事を叶えましょう。ピパーン、ありがとう、リカちゃん。バトルに勝って鏡をお持ち帰り。はうま、適当に遊んであげます。
シオンさん、待っておりましたわ。申し訳ありませんが、お二人をここで叩き潰させていただきますわよ。シオン、サトシ君、嘘だよね。どうしてここにサトシが。そうか、さっきのリカちゃんが言っていた意味やっとわかりました。もう鏡の力は使われてしまったかもしれない。リカちゃんはそう言っていましたよね。確かに。つまりこういうことだったんです。じゃあこれが。サトコ、私の話を聞いて。そこにいるサトシ君は本物のサトシ君じゃないんです。それは。何をおっしゃいますの。これは本物のニーニーですわ。そうですわね、ニーニー。僕は。ほら、そうだってニーニーも言っておりますわ。これでもお疑いになるんですの。サトコ、だから違うんです。ちゃんと現実を見て。それは偽物です。本物のサトシ君じゃない。偽物じゃありませんわ。勝手なことおっしゃらないでくださいまし。本物です。これは本物のニーニーなんですのよ。おねえ、サトコの目を覚ますためです。手を貸してください。わかった、私もお手伝いをしよう。力を合わせてサトコの目を覚ましてあげます。ありがとう。おねえ、そういうことだよ、サトコ。そして、サトシ、このおじさんが相手だ。あはははは、望むところですわ。まあ、適当に遊んであげます。用心したいところだった。うざすぎるっての。これはうざすぎるっての。厳しいな。無駄に無駄ですよ。なるほど、負けちゃったね、サトコ。ごめんね、僕に力がなかったばっかりに。ニーニーのせいじゃございませんことよ。すべては私の力不足。悔しいですわ。残念だね。
トシ君。シオン、本当にこれでよかったの？あれは本物のサトシ君じゃない。あれは鏡の力で。だってあんたもそれを願って戦ってきたんじゃ。ええ、でもそれが間違いだって私も気づきました。わかった。それじゃあとどめを刺そうか。偽物とはいえ、あんまりでございますわ。おねえ、